本番でも5号艇吉川、そして6号艇長岡の動きが気になるところではあります。スタート展示では1、2、4、5、6、ダッシュが3と5対1の体型並びとなっていました。今節から新ボート、新モーターでのレースとなっています。三国モーニングスタートキング争奪戦も残すはシリーズの頂上決戦、優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇長田頼宗、2号艇馬場剛、3号艇沢田直也、4号艇下條雄太郎、5号艇吉川明夫、6号艇長岡亮也、以上のメンバーです。インコースには1号艇長田頼宗、初日の三国選抜含めましてシリーズ4勝マーク、準優勝戦も唯一陰線逃げての勝利、絶好枠で登場です。2コース2号艇馬場剛は安定したスタートからしっかりと着取りまとめて今年2度目の優出、本番定番通り3コースには3号艇沢田直也です。今節も積極果敢なレースで結果を残しまして、昨日は連勝、勢いは十分です。本番4コース5号艇吉川明夫は今節もコース取りからレースを沸かせてきました。連続優勝がかかる一戦、5コース角に4号艇下條雄太郎、予選道中はオール3連帯をマークしていました。6コースは定番通り6号艇長岡亮也、今年初優出を決めました。4対2と分かれています。進入インコースから1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。1号艇長田、4号艇の下條コースタートを切っています。インから逃げ体勢を作る1号艇長田頼宗、まくりに行った4号艇の下條、空いたところまくり出した3号艇の沢田と、内からは6号艇長岡、先頭1号艇の長田に内から3号艇沢田、2艇のトップ争いも判定心、1艇心前出るか、3号艇沢田、その後ろ6号艇長岡、3番艇内からは2号艇馬場、後方4号艇5号艇スタートは正常です。1周にマーク、先に旋回する3号艇沢田、内から6号艇の長岡、間に1号艇の長田が続きますが、3号艇沢田直也1艇心前単独先頭です。1号艇長田2番手、内からは6号艇の長岡、その後ろ離れて4号艇の下條、5号艇の吉川5番手、2号艇馬場最後方で2周1マーク、先頭3号艇沢田直也、1号艇の長田と6号艇の長岡が続いていきますが、先頭3号艇沢田直也、しかし外から迫る1号艇長田頼宗、その差は2艇身、その後ろ3番手は6号艇長岡、現在体型は316の体型、4番手は4号艇下條、続いて2周2マークに向かいます。先頭3号艇沢田直也、1号艇長田が角度をつけて切り込みますが、2番手3番手は離れて6号艇長岡、上位体型は3番1番6番の体型、その後ろ4号艇下條雄太郎、後方5号艇吉川明夫、2号艇馬場剛並んで、これから最終周回です。本番では3コースを主張してまくり出した3号艇沢田直也が先頭、切り込む1号艇長田頼宗2番手、3番手は離れて6号艇長岡亮也、上位体系3番1番6番、先頭2番手の定冠は3艇身ほど、最終ターンマークです。デビューから3年5ヶ月、7度目の優越で待望の初優勝に向かうのは3号艇沢田直也、もう一度内をつくか、1号艇長田ですが2番手、3番手は6号艇長岡亮也、上位体系は3番1番6番は後輩と決着です。先頭3番沢田直也、初優勝の五輪、2番手1番長田が五輪、3番手6番長岡で五輪、4番下條、5番吉川、ラストは2番馬場が五輪です。